本当の相対音感テスト、イエーイ。ですね、基準音を基準を流して弾いてから、それから問題の音を弾いて、その問題の音が基準音に対して何になるかっていう、そういうことですね。まあ、念のため言います。基準音をドとした時に、問題の音が何になるかっていうのを、答えてください。で、ちなみに基準音は、このキーなんですが、とりあえずその中のこの音をドとします。はい、初級テストですからね。はい、ではですね、ちょっと試しに一回やってみましょう。こんな感じ、例えばとくればドミーってくるんで、これは答えはミです、というようにしてやっていきたいと思います。ではいきます。第1問。第2問。第3問。第4問。第5問。第6問。第7問。第8問。第9問。第10問。はい、以上10問です。では正解の方を見てみたいと思います。正解はってこう紙に書いてっていうのすごいよね。はい、ここに書いてある通りです。実際にやってみます。第1問、ドレですね。はい、第2問、はい、ドミですね。第3問、はい、ドラ。第4問、はい、ドファですね。はい、第5問、ドソ。第6問、ドラ。第7問、ドファ。第8問、ドソ。第9問、ドシティでいいです。第10問、ドレですね。レです、上のレでした。ドレか、そうか、9度だからね。はい、そんな感じです。はい、それが正解でした。さあ皆さん、何問ぐらいできたかな。